久保さんいやー久保さんねやっぱね陰郷度すごいですねさらっと言えるっていうねさらっと <laughs> さらっと言えちゃいますね、まあ、今回テーマはね実ははジョブズは生きていたとこれちょっと、S、SEO 的にちょっといいんじゃないですか実はジョブズは生きていたっていうね <laughs> まあその死に対して、まあ、僕が出した大あ,のあれっていうのはその肉体がね まあ滅びた、た肉体がなくなななくるイコール死みたいな概念なんですよね、うん。だからその精神の話じゃなくて肉体が滅びると死っていう概念ですよね。久保さんの場合は精神という概念ですよね。で精神という概念は生き続けると。逆に言うと精神があるから生まれるっていうことで、まあ孫子の兵法とかね、その分かりやすいなと思うんですけど、まあ、イエス・キリストもそうでしょうね。 まあ生きるっつうのはうん生きる生きるというのは意思を残すことであると意思をねうんなんかその子孫を残すって何なのかなと思った時にまあ肉体をこうまあ子供がこが生まれて肉体がこうできるみたいなのあるんだけどもこのイエス・キリストの話が出てたんで「あ世界丸見えテレビ、ね」でね昔こんなのが取り上げられてたんですけど ある,家族ある家族はですねそのイエス・キリストの話を子供たちにするわけですよでイエス様は十字架でねそのなんだ釘を打たれてね血を流しながらこうなってたとお前たちとあのあるそ,そこでねイエス・キリストさんがこう苦しんでたとこうね釘打たれてで十字架にこうなってたとである子供がねそこにそのね釘をね盗んだと で、盗んだことによってイエス・キリストさんの痛みは和らいだとだから盗むっていうことはめちゃくちゃいいことなんだという教えをね子供たちにしてそのファミリーっていうのはあのもう窃盗集団なんですけど <laughs> ま,あのまあちっちゃい頃からそういう教育を受けてねもう,もう窃盗集団プ,プロ中のプロの窃盗集団みたいな。 でそれがまあ最終的に捕まるどう捕まっていくのかみたいなのが世界まる見えテレビでかなり昔やってたんですけど確かだからどんな意思を残すかっていう例えば肉体が肉体をこうなんだうんーまあ生存させるこの継承していくでもどういう意思をそこに乗っけるかによって変わっちゃうわけですよねどうですか じゃあその盗むことはいいことだという意思を残してたらこれ多分世の中成り立たなくなっちゃいますよね <laughs> うだね <laughs> だってコンビニ行ったら全部盗めばいいやんってなっちゃうんで <laughs> 世の中成り立たなくなっちゃいますよね商売飽きないも成り立たなくなるしお金のもう概念もなくなるし全部盗めばいいみたいなね <laughs> そのまあ多分世界ぐちゃぐちゃになるでしょうね、うん、野菜も盗めばいいっていう農家の人が一生懸命作った野菜をね もう全部盗めばいいみたいな買わなくていいみたいなね <laughs> もうどういう概念奪い合いの世界ですよね多分ね奪い合いの世界になるでしょうねそれねまあ戦争ですよね結局じゃあその結末は奪い合い戦争でしょうねで滅びるっていうねでも滅びないためには生きまあ地球の人間という種族が生き残る生き残っていくためには多分どんな石を残すかですよねおそらく。 うん、どんな意思を継承してていいくかっていう、うん、で少なくても奪うんじゃなくて何か影響を与えた人っていうのは肉体が滅びても生き続ける僕は今アップル信者なんですけどなんでアップル信者になったかっていうとジョブズがねそのアップルをこう作ってって最初ねこのねあの,あああのなんだかっけえなと思ったのが MacBook Air ですね。あのノー らってこう出すみたいな、あれジョブズがいなかったら多分 MacBookAI r で,できなかっただろうし昔ね僕ねあのソニーのバイオ Z っていうのはすげえかっけえなと思ってたんですよバイオ Z だけどそれを超えてきたんですよジョブズは <laughs> ジョブズはね <laughs> ジョブズは超えてきたわけですようんだからそのジョブズは肉体的にはもういないかもしれないけど僕の中ではやっぱジョブズは生き続けてるし そ iPhone を作ったのも、まああのね、この世の中に市場に出したのもジョブズがいなかったら iPhone 多分出てないだろうし、まあ、ジョブズが死んでからあの多分ジョブズの意思っていうのは語り継がれてると思うし、まあ、最終的にそのジョブズが描いてたねそのなんかアイコンをなくせみたいなねなんかそういう意思があったらしいんですよねアイコン全部なくせとただ1個だけなんかなんかボタンあったじゃないですか昔。 7か8ぐらいまで多分下の方にボタンあったと思うんですけど今全くないですよねボタンがうんだからジョブズの意思は語り継がれて最終的にま,まあまあなんだ iPhone が出て10年以上経ってからもうボタンが消えたと <laughs> 背面のボタンが今ないですよね 僕も最初ねすげえ違和感しかなかったんだけど久保さんも多分今ボタンがない iPhone じゃないですか iPhone11 かトイレだと思うんですけどボタンないですよねで最初違和感あったんですけど今全然違和感ないですねもはやボタンが違和感ですよね多分今,今ボタンのボタンがある iPhone 使ったら違和感だと思いますしだからやっぱジョブズすごいなと思いますねそれをもうなね iPhone を作る過程の中でボタンはなくせみたいなね あまりにも昔ねアップルのこの暗黒あアップルの黒歴史であまりにもシンプルにしすぎてなんか撤退してた商品も商品名忘れましたけどなんかもう全然売れなかったっていうあまりにも削りすぎたっていうね <laughs> なんかそういうのもなんかあのなんだ、ま、とアップルの闇歴史みたいなのでまとめてる人が書いてましたけどいやでもねあれを想像できたっていうすごいですな、ね、ジョブズは。 ジョブズは僕の中で生きてるしかこの億万長者合宿もまあロ郎とタクロ郎の意思をねこ残し続けてるのかなとそうだから億万長者合宿っていうのは僕と久保さんの肉体が滅んだとしても、まあ、形として YouTube があるんだったら、まあ、そこで僕たちが死肉体が死んだとしてもしゃ,りしゃべり続けてるので。 多分ねずっとな何か誰かに影響を与えてこんな人がいたんだなっていうまあ昔ね億万長者合宿でログを残せみたいなね話もありましたけどログっていうのはどういう意思のログなのかなと、うん、その自分の中でどういう意思があってその意思というものをテクノロジーに、えー、そのかませてログを残していくのかっていう。 な感じですかねだから肉体は肉体は滅びても意志はね精神は残り続けるっていうねうんだからね松下幸之助さんのね松下幸之助なんて何年前に死んだんでしょうねいまだに道は歩く道は開けるっていう本僕持ってるしね雨が降ったら傘をさすっていう話もこの奥万長者会社で何回も出したと思うんですけど。 そう松下幸之助さんが仮にたとえ僕生きてたとしてもですよ今現行で生きてたとしても会えるチャンスはなかっただろうしだから生きてても会えなかっただろうしじゃあ何を僕たち見るのかっていうと松下幸之助さんの本ですよね <laughs> 会えなくても本を見れるっていう情報ですよね、うん、その情報の中にどんな意思があるのかっていう、うん、いやー久保さんはやっぱねすごいですねやっぱ陰気をどうですよ陰気を <laughs> 何の回答してくるかなと思ったらねさらっとね回答してきましたからねさらっと言い過ぎてるんでねあの受信力がない人はすげえこと言ってるなとは思わないでしょうね,ね猫さんね受信力がないとさらっと言い過ぎてるからいややっぱすごいですねうんうまあどんな 医師というログを残すかでいいんじゃないでしょうか。お後はよろしいよう、ね、で、い <laughs> ってらっしゃい。